こんにちは。 YouTube 歴史塾へようこそ。歴史家の濱田光一郎です。今日は猛将武田勝頼はどのようにして滅びたのかというテーマで話していきます。大河ドラマどうする家康の第26話はぶらり不自由な織田信長や徳川家康を苦しめてきた甲斐の国の大名武田勝頼の最後が描かれました。長篠合戦の敗北後、勝頼は小田原の呉北条氏との戦に注力。遠江の国に目を向ける余裕がなくなって、遠江の重要な拠点であった高天神城が徳川家康に攻められても救援に向かうことができませんでした。高天神城は天正9年、1581年の3月、ついに落城します。高天神城を見捨てたということは、勝頼の求心力を大きく低下させました。その影響は、翌年、つまり天正10年、1582年に大きく現れてきます。武田信玄の娘婿である木曽義政が織田方に寝返ったんです。その報はすぐに信長にも届けられました。武田家を潰すチャンスと見た信長は素早く動きます。軍勢を武田領に向けて進軍させたんです。織田軍の侵攻に武田方の城は次々に降伏していきました。穴山梅雪も寝返ってしまう有様でした。3月2日には高遠城が織田信忠軍によって攻められて、籠城型も奮戦するんですけども、落城してしまいます。勝頼は新府城にいましたが、織田軍迫るの方にですね、武田方の人々は次々と逃亡。勝頼も新府城から退城します。勝頼一行は小山田信繁の元を目指しますが、この信繁もまた寝返ってしまうんです。家臣らが次々と逃亡してしまい、哀れな状況となった勝頼。3月11日、田野にいるところを織田方の軍勢に包囲されてしまいます。ここで最後の抵抗が行われますが、もはやこれまでと悟った勝頼は切腹。勝頼の子、信雄は16歳でありましたが、自害して果てました。勝頼、信雄親子の首は、信長に献上されます。勝頼の首を見た信長は、日本にまたとない武人であったが、運が尽きてこうなったことよと言ったとされます。信長を苦しめてきた勝頼でしたが、それゆえに信長は勝頼を一流の武将として認めていたんでしょう。さあ、信長は武田征伐の帰途に富士に立ち寄りますが、その際家康は富士の裾野に茶屋を建てて信長を接待しました。大宮においても家康は金銀を散りばめた豪華な建物を作って信長を歓待したといいます。その他の場所でも家康の接待は続いて、その心遣いに信長も感動し、大層喜んだそうです。さあ、今回武田家がついに滅亡してしまいました。その武田家の本領は甲斐の国、今の山梨県ですが、山梨には武田家にまつわる史跡や観光地が多く残されています。例えば、武田神社。武田神社は、甲府駅からバスで約15分か20分ほどといったところにあるんですけども、武田の館跡にですね、建てられているんです。武田神社の祭神はもちろん武田信玄です。そして武田神社のすぐそばには信玄ミュージアムといって武田三代の歴史や館跡から発掘された遺物が展示されている施設もあります。そして何といっても山梨には美味しいものもたくさんあります。
信玄餅に宝刀、信玄餅パフェなど、まあ、たくさんありますので、武田家の史跡を探訪した後にこういった山梨の食を味わうのもいいんではないでしょうか。さあ、ということで今日はですね、猛将勝頼はどのようにして滅びたのかというテーマで話してきました。以上、YouTube 歴史塾浜田光一郎でした。チャンネル登録お願いいたします。